信越9万都市の比較対決、新潟県と長野県の9万都市の実力は。今回は信越、つまり長野県と新潟県の9万都市対決を行っていきます。長野県からは中心の安曇野市、東心の佐久市、南心の飯田市、新潟県からは中越の三条市、下越の新発田市、この信越地方の中でも大きく離れた5都市の対戦、今回も論より証拠の10連戦で実証していきます。1試合目、財政力指数は三条市の僅差勝ち、建築工事費は安曇野市の競り勝ち、建築床面積は新発田市が高い、飲食店数は飯田市が高い、小売業年間商品販売額は飯田市の僅差勝ち、農業産出額は新発田市が強い、新発田市の快勝、2位は飯田市。2試合目、小売業売り場面積は新発田市の僅差勝ち、1万人当たりの交通事故の少なさは新発田市、インフラ業売上はデータ不足、サービス業売上は飯田市が高い、出張数は飯田市の競り勝ち、小売業従業員数は新発田市の競り勝ち、飯田市の競り勝ち、2位は新発田市。3試合目、小売業年間商品販売額は飯田市の僅差勝ち、金融保険業売上は飯田市の勝利、実質交際比率は佐久市、加重地人口密度は飯田市が高い、宿泊飲食業売上は飯田市が高い、卸売業年間商品販売額は三条市、飯田市の圧勝、2位は佐久市。第3試合終了時点、1位は勝ち点10、2位は勝ち点6、3位は勝ち点3、4位は勝ち点1、5位は勝ち点0で計算していきます。飯田市の絶好の序盤、新発田市が追う展開です。4試合目、運輸郵便業売上は飯田市が高い、農業畜産は新発田市が圧倒的、視界指数は三条市の競り勝ち、情報通信業売上は三条市が高い、昼間人口比は飯田市の競り勝ち、人口密度は安曇野市が高い、飯田市の競り勝ち、2位は三条市。5試合目、実質交際比率は佐久市、卸売業従業員数は三条市が強い、複合サービス業売上はデータ不足、製造品宿泊は安曇野市が高い、年少人口が飯田市の競り勝ち、製造業落下価値額は安曇野市、飯田市がロースカー戦を制しています。2位は安曇野市。第5試合終了時点の順位、飯田市が独走、2位争いは僅差で新発田市。6試合目、昼間人口比は飯田市の競り勝ち、小売店数は飯田市の僅差勝ち、建築床面積は新発田市が高い、昼間人口密度は安曇野市が高い、建築工事費は安曇野市の競り勝ち、小売業従業員数は新発田市の競り勝ち、新発田市の僅差勝ち、1点差の2位は三条市。第6試合終了時点の順位、新発田市が2位を固めています。7試合目、課税対象所得は飯田市の競り勝ち、学術研究業売上は飯田市が強い、加重地人口密度は飯田市が高い、小売業年間商品販売額は飯田市の僅差勝ち、不動産物品業売上は佐久市の僅差勝ち、インフラ業売上はデータ不足、飯田市の圧勝です。2位は佐久市。第7試合終了時点の順位、あっさりと優勝を決めたのは飯田市です。8試合目、地方勢は三条市の競り勝ち、15歳未満人口は飯田市の競り勝ち、15歳未満人口比は飯田市の競り勝ち、経常収支率は佐久市、小売店数は飯田市の僅差勝ち、製造業現金給与総額は安曇野市、飯田市の快勝です。2位は佐久市。第8試合終了時点の順位、佐久市が新発田市に追いついて2位浮上しています。9試合目、運輸郵便業売上は飯田市が高い、推薦人口比は佐久市の僅差勝ち、医療福祉売上は佐久市が高い、卸売業年間商品販売額は三条市が高い、製造業落下価値額は安曇野市、工業はデータ不足、飯田市の競り勝ちです。2位は佐久市。第9試合終了時点の順位、佐久市が2位固めです。そして三条が3位浮上。最終戦、小売業年間商品販売額は飯田市、課税対象所得は飯田市、不動産物品業売上は佐久市、財政力指数は三条市、
製造業従業者数は3上司、加重地人口密度は飯田市、飯田市の解消2位は3上司。全10試合最終結果が出ました。飯田市勝ち点89、佐久市勝ち点35、三条市勝ち点34、柴田市勝ち点28、安曇野市勝ち点16。8回1位の飯田市の余裕の優勝です。リニアでさらに強くなろうでしょうか。2位争いは長野新幹線以降に存在感を増した佐久市が三条市に勝ち点1差です。柴田市は後半失速し5位、郡部合併都市の安曇野市はポイント5位ながらも終始6位でした。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければコメント、高評価、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。